未練がらやわな。今日はね、ハンターに駆られてるね。パラディンとかが出てきてくんねえんだもん。パラディンが出てきてくれれば、もうちょっと戦えるんだけどね。本当だよな。いや、レクサー君のアラヤが本当にぶっ壊れ。あれ、ナーフしてくんねえ。あの子はちょっともうね、10マナにしよう。あらや10マナにするってのはどうよ。あ、9マナだな。もういや、100歩ずつで9マナにしよう。9マナだったらいいわ。10マナはさすがになんか、うん。9マナにしよう。どうかしら。そう、ライオット検討してくれ。ワイルドパイロマンサー。ワイルドパイロマンサーはね、起動するスペルがね、意外とないんだよね、俺。ありそうでないんだわ。この手、それともこの手。10マナ相当だよね。これテンポ明治のほんとね、悪い癖。もうこうやって俺にミニオン出させて、後からもう爆撃してこようっていうね、もうね、手がもうね、見えすいてる。いかん、テンポ明治、そういう汚い手を使うな。見えすいた手を使うな。俺には分かってっからな。絶対もうガッツリ握ってっから。そうなん、ゼロマナのスペルが一応まあ6枚入ってるけど、影隠れは使うタイミング決まってるし、ほらもうすぐこういうことする。ほんと嫌だわ。そうしてお前がなんだゴールデンメイジになったのか。そういう汚い手を使って俺にミニオンを出させて、ほんと汚ねえよな。やることが汚ねえ。あー。俺の手札にな。サルノスがいればな。こういう時サルノスがいると刺さるんだけどな。最近のデッキの顔がね、そうなんだよね。そろそろ変えるか、ちょっと。でも何変えたらいいかっていうのが特にわかんねえな。2マナ32の、手札に戻すやつ、あれは若干気になってんだよね。あれは使うのありかと思うけど、抜くとしたら一体何になるのかなっていう。確実にこれ、ポコパリーノされると思うけど、セカシュー出しても。セカシューがなんていうかもう、なんか、散っていくのがこう、目に浮かぶんだけど。どの手で行くか。余裕で散ってくよね、これ。だったらこっちか？倒せねえんだもん、こいつな。はぁ、ナイフの雨、プリーズ。
ナイフの雨で、ナイフの雨使ってその後腹先が来る。本当に絶対死ぬからね。何出してもこんなん死ぬでしょ。次のさん、奇跡的にナイフの雨。どうかしら。ないしは奇跡的に、SI。わかるんだよな、はっきりとわかんだよね、このゲーム俺が負けるってことは。時間がないわ。お、リーブじゃん。これリーブ21じゃない？ありがたい。行くわよ。お代が足りないよ。あ、いるじゃん。いないの？お代が足りないよ。回線切れてんの？俺意地悪してるだけだと思ったんだけど、回線切れてんのかな？いるもんだって。なんだけど、なんで？何が起きてるんだこのゲームは。さっぱりわからないよ。何が起きてるんだよこれは。動物園は招待客限定です。本当に落ちてんのかよ君。俺ただの嫌がらせだと思ったけど。回線悪いのか？電車乗ってんのか？てっきり嫌がらせだと思ったけど、なんであんなトレードしたの？これ舐められてんの？それでも俺の、それでもこれあれかな、俺のために星をくれる人か、あれだろ、高度な多分ジゴさん頑張ってくださいっていう人だわ。多分ジゴさん頑張ってくださいぜ。ありがとう。君の気持ちは無駄にしない。必ず俺が勝つ。ありがとう。時間がないわ。サドラスクさんはね、この手、それとも、いや今日もお疲れっすみたいな。で俺が思いっきりプレイし始めたらなんかガシャガシャ来たら怖いけどな。ガチャガチャ来られたら。やってみるか。ガチャガチャガチャする。ここでターゲットを触らないで。
ありがとう。え、この人本当にいないの？大金持ちになれる。触らないでください。相手の気が変わるね。プレイは早い、はい、貴重な一勝なんで、あの10日ぶりぐらいになんか忙しかったの。よかった、いい人だったわ、いい人だった、一言で言うといい人だった。なんかいまだにあの久々こんばんは、いまだにさ、あのマタレクサ君、あの引っ越しの件のやつさ、まだリツイートされまくってるんだけど、あれ何なんだろうな、あれみんなあれだな、ほんと好きだな、そんなにみんな引っ越し業者に恨みがあるんだな、恐ろしいぐらいだぞ。誰にも内緒、シクレちゃんじゃん。どうしようかな。セカシュポイ投げでいいのかな。いろんなブログに紹介されてて引っ越しの件がさ、やっぱそうなんだ。いや、なんか不動産屋さんにさ、俺お金すごい取られそうになっちゃって、退去費用として。なんでハッファーなんだよ、そこは他のやつ出せ。ハッファー以外だったら何でもよかったんじゃ、バカタレ。どの手でいく？なんでハッファーなんだろうな、こういう時。ほんと腹立つわ、心外だわ心外。ネバーまとめたの記事にされたわ。あれ俺の記事じゃねえかよ。それでアフィリエイト、アフィしてるんでしょ。とんでもねえな。こっから先月の後半の映画やればレジェンドワンチャン無理だよ。それじゃ無理だよ、ブロ。おいでミッドナイト。2つで終わって。あー、オッケー。これ出したらこれ爆発する？まあ一回爆発しても。互いにやることがないな。例えば芸術刃だけど、輝ける球体の物語。
このチビライザップ、このチビライオンサップすんの、いやそこ次の段ぐらいにバニッシュ奇跡的に引かないとダメでしょ。もう俺奇跡を信じてるから、次の段バニッシュ、バニッシュ引いてこれ使ってこれで、でこれもう一回出す。こんばんは、最近ミルドルイド出ました、どうよ調子は。そうそう、でバニッシュと、まあ、ここまでが規定路線だな。はい、アンデルケーキ、アンデルケーキいかがった。この前ミルクトゥーンアビアナドイルズ気持ち悪いデッキにやった。それは俺この前狩られたぞ、そのデッキに。そのデッキに見事に狩られたわ。はいはい、まさか俺の手がこんな風になってるとは思いもしねえだろ。ミルクトゥーンヨグドルイド、いいね、豪華だな。ちょっとトイレ行ってくるわ。トイレ BM する暇すらないわ。トイレ行ってきます。トイレ行って氷を舐めるまで一連の流れをこなすわ。パラディン。バリア vs ロー。ドゥームハンマーに刺さる。背中に気をつけて。登録再開。はい、うおーでした。ははっ、音聞いたら氷、氷おいしいからね。フェイス、
これアクティベートできないけど、まあここはこれが出てる方が都合が良さそうだ。アンド絶滅したんじゃない？もう一時期はちょっといたけど、いややっぱり結局復活しても、なんだろう、ティアワンには勝てないってことがもう分かっちゃったんだな、多分。いくら何度復活しようとも、ティアワンデッキたちにはかなわないってことがやっぱり分かってしまったんじゃないか。次のターンこれとこれでセットで出すか、それか、まあでかいの出てくることなんかでかいの出てくること見越してサプリの使う。でかいの出てくること見越せんのかな。もう適当プレイになっちゃうんだよな。で SI アクティベートできない方がいいかな。新ヒーローってドルイドじゃないっけ、違ったっけ。ランク10まではチラッといた。なるほど。腹先なあ。ちょっと腹先が欲しいな。まあ、とりあえず今サップリのするしかねえか。ターゲット確認。行くわよ。まあ今のもしかしてこれ2回使ってでも倒すのかな。なんかそんな感じもすんな。サルノス。でも1マナねえか。プリに殴られたくないね。でも復活プリそれなりに強いでしょう。まあ本当のアグロにガンガン来られたら終わりかもしれないし、結局デッキパワーなくて負けるかもしれないけど。ああ次のターンキュレーターいけたらな。すっげえいいんだけど。最強だよな。おお、これは比較的神ドローと呼んでいいな。よし始末する。そういう部類だね。でもトロサイか、トロサイ倒せねえだよな。ねえ、そうだよね、シルバナス量産とかね、結構ひどい動きしてくるよね、回るとね。まあ、回んなかったらあれかもしんねえけど。ほんと強いな、これ。終盤でも強いわ。あ、oh, vanish。Looks good。セカシューセカンドがここで来ると、まあまあまあって感じだけど。ヘイ、ハロー。
これミッドレンジいうやつだよね。こいつ必ず倒さないとな、ヒロパで。バニするにしてもこいつは倒さないとまずいわ。あー、こいつも倒していいけどな。そうだよね、アジアもいるし、サルノスもいるしょ、これ。入ってるかわかんないけど、これサルノス入ってるでしょ。サルノス入ってて、ポータルも入ってるでしょ。AOE もバッチリやで、みたいな、そういう構成じゃん。後から出したのが燃えるんだよな。だから、ファイヤーターンが燃える。1、2、3、4、5、7枚になって、待てよ。7枚、9枚。ほぼ全部燃やせんのか。でも俺のカード燃える?いや、まあいいか、これで。これで次のターン、セカシューまで持っていけたら、それで、いい気がするな。あ、バーンズ出ちゃったね、また。ヘアックス。大体サウゾン、やっぱ入ってるんだよね。あ、バーンズで呼んで進化されるの強い。そうだね。ファイブおじさんとかに負けたら最悪だな。汗さて。このターンを一旦俺にくれれば、このゲームは勝てる確率がぐっと上がるけど。どうかし。汗さて。あ、ヘックスだったら使うよ、そら。だよ。期待させやがって。おぉ!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 おぉ !Pretty good! Pretty good! So what should I start with? Let me see my deck. Alright, good. Okay.
これ杉浦さんのリーサル見えてるんだよね、多分ね。どうやってでいくか。持ってきた。トログ最強。光が守ってくれます。これ綺麗な BM でしょ。これどうよ、 BM、 この BM はどうよ、美しさ気品のこの BM、 テクニカル度、テクニカル度は高くないな別にな。まあ今のはまあまあサルノスが出てきたところでちょうどよく。競技会もにっこりやばった、競技会の審査パスしたが80点か、まあまあまあ、うんうん、せかし、うん、こんばんは、今日もギラありがとうございます。ちょっとこれつらいね、トロちゃん出てくるともうねちょっとつらいなって。まずウオーでしょ、当たり前のようにウオー出てくるのやめような、当たり前のようにウオー出すのやめよう。おワオーンの方がもしかして、はぁ、あ、はぁ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 、そっちですか、はいはいはい。次のターンこいつ何もできないんでしょ、でも多分これはテンポ変えるかな。うん、テンポ変えるが一番良さそうだな。ああ、それ引いちゃう。おお、それ引いちゃうか。ありがたい。ありがたい。戻す必要あるかな。戻すか。
こいつがいるんだよね。でもね、そうなんだよ、こいつがいるときはね、和音は正解なんだよね。ほんとこの子がいるときは和音が正解なんだわ。この子がいるとね、正解になっちゃうんだよね。ヒロパ、あ、うおお、ここからさらに、ここからさらにのうおお、はい、ここからさらにのうおお、なるほどね、ここからさらにうおおまであるとはね。サップリーノ、いやー違うな。サップリーノはここで使ってもしゃーないか。どの手でいい、シャキンシャキンシャキンってやって、でこいつに3点受けてもらって、こっちで1点って叩く。おいしくないね。まあでもそれぐらいしかできねえのかな。ちょっとお前4点受けてくれ、俺の代わりに。フェイスダメージ食らいたくねえ。あーでも食らうべきなのかな。あー、あー、目の前を見るか、その先を見るか。いや、俺は目の前を見る。そうだね、どうせ処理されるよ。ほんと強いな。どうしよっか、ちょっとゆっくり見てっか、何が来るかな。ゆっくり見よう。まず品定めみたいな、なそういうの大事だから。これドゥームハンマー装備したらどうする、根治する。ありがたい。え、もしかしてこのターンで終わり。はい、来たドゥームハンマー。でも要するに帰る次のターン出して集合の合図を腹先1枚ずつしかいいわけでしょ。簡単じゃん。帰る1枚出したらもうレロ使えねえじゃん。あー、あと1ターンな、あと1ターン持てばな、俺の勝ちだったのにな。どんな秘密が待っとるかい。腹先は結局来ないんだな。むっちゃ感謝されてるわ俺。ちょっと一旦だけ時間くんね。くんないよね。そうだよね、そうじゃないかと思った。一旦くらいくれるかなって思ったんだけど、そんなわけない。まあ、過去の経験上もそうだよね。こう煽ってくるタイプっていうのはもうね、なんとかして早く倒したくて、もうそういう、こういいっていう人が多いから。ズーカ、俺の得意な。
これマリガンスカルカーはありだな多分。背中に気をつけて。まあ来なかったけど。あ、いいじゃない。とりあえず2ターン目ヒロパ、3ターン目これとこれで使えばまあまあまあある程度ボードは取れるんじゃないかな。ちょっと1マナ11。はい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 。まあ残念ながら俺この1点はね、1点じゃない、この3点は受けざるを得ない。次のターンだ。いいね、そういう展開待ってた。殴ってよかったな、フェイス。よし。このリンゴを頭に乗せてくれ。出てけ、出てけ。これセカシューしてもね、その先がつながらねえっつうさ。先がつながらねえな。まあでもセカシューするしかねえんだろうけどな。ほんと先がつながんねえよこれ。それか、まあ、これで殴って、これで戻して、もう一回出して、ポコパリーノ、ポコパリーノして、こいつでボード取る？それも微妙だな。影隠れで全勝で励み残しな。そっか？ターゲット確認。これでカエルがグイグイ回せなくなっちゃうんだよね。でもね、まあでもグイグイ回せたとしてって感じだけど、まあ次のターンかな、セカシューはな。サップして顔面殴ってくる。キュレーターが次のターン見えればな。セカシューが結構気持ちよく使えそうだけど。やられちゃうんだろうけど、よし、始末するわよ。これでキュレーターを次のターンにポイ投げできれば勝機は正直、まあ勝機はあると思うけど、どうやろう。ここでキュレちゃんポイ投げが成功すれば多分ワンチャンあるかな。
まあそういうカードあるよね。35と44か、微妙だよな。まあこれキュレーター出すから確定プレイで、まあここは倒すよ。終わったよ。こいつをどうも倒す答えを持ってないみたいだよね。この手なら触らないでください。誰か決めなきゃ。裏切りがね、なんか腐りそうだよね。バニッシュはでも2枚かまだあるんだよね。裏切り使ってポコパンポコパンで、あと真ん中のやつなんとかすりゃまあいいけど、なんとかどうやってすんのかな。バニッシュだよな。買うのか売るのか。バニッシュと腹先も来てねえんだ。バニッシュが超欲しいんだけど。
どの手で行くか。はっ。これ使っとくべきだったかな。ドレイクでなんか引く？いや、ドレイクで引いて失敗したら終わっちゃうんだよね。こっからポコパリーノあんのかな。バニッシュ。ああ、腹先、これで腹先がなんとかあれば愛用できるけど。おお、セカンドワン。腹先来て、お願い。きついなー。いやそれでもきつい。Another one. Oh, vanish. Okay. でもこれ一匹は絶対殺した方がいいのかな。うん、殺したらなきゃダメだよね。両方やつは2マナやで。これは買うのか売るのか来るよね。ドゥームさんもう一回、ドゥームさんセカンド。辛いな。今のは先にカエル値を増やすべきだったのかな。そうか、その次の段に速攻でカエルが引けなかったらまあきつかったか。カエル値を増やすムーブか。でもレノの確率もあったと思うんだけどな。背中に気をつけて。うん。 YouTube からこんばんは、こんばんは。YouTube にさ、あの例のさ、覚えてる、あのなんだっけか、ほら、あのカードパックあげたやつあったじゃん、あの動画。で、あの、ふざけたサムネイル作るとか言ってさ、こう、カードを開いた瞬間になんか、こう、わーみたいな。あれやったらさ、めっちゃ YouTube の再生が伸びててさ、あ、やっぱりサムネって大事なんだなって思ったね。なんかいつにない、なんかね、伸び具合をしてるわ。俺の一生懸命頑張ってるミルローグよりも、あの、パックをあげることの方が、なんかね、コンテンツとしてはね、伸びる。わかった、俺は。コンテンツとしてのね、伸びを見ると、これ軽めのドラオリか。
もう海賊って絶滅したでしょ。これドラオレだよね。YouTuber がサムネに2時間かける言うてた。そうだよね。サクッと見られた。いや、再生数がね、圧倒的に伸びてるから、多分そういうことなんだろうな。歓迎パックを歓迎しました、私も。ああ、なるほどね。開封の儀がいいってことか。俺ドラオリだと思ったけど、これテンポオリか。視聴回数216回、多分もうちょっと言ってるのもな、900回ぐらい言ってんじゃない。俺の中で900回って言ったらもう金字塔だもん。はぁっていう、900再生だとっていうレベルなんだけど。あ、いい顔来たね。もうちょっとで1000再生いくわ。あ、なんか今急に伸び始めた。このアナリティクスで見てると。みんなありがとう。ドラオリでしょ。ハンターはやめて。ああ、それも割と鬱陶しいな。ああ、次の段これキュレーターいけんな。で、無理させる？ここで。ここでブラン出してなんか相手に無理させるってのはありかもな。次のターンまたこいつ出てこられるの鬱陶しいし。なんかこいつに除去カードを使わせるっていうのもなんか意味ありそうだな。だからここはサプリーノ、ブラン、殴るか。で、次のターンキュレーターがまあ投げれれば。まあまあまあ。あとお金になってる。あのね、若干のお金になってる。まああとは、あれなんだよ。結構ね、こうやって見ててわかると思うけど、この YouTube から来ましたって人結構いるから、こう、なんだろうね、YouTube の方からも来てくれるし、Twitch って日本だよね、なんかあんまりそんなに知られてないからさ、YouTube だったらね、まだ、なんつうか、知名度もあるし。まあいいんじゃない？次のターン変えるっち確定ドローだし、動物、あ、ここは殴るよ。明日のサムネイル画像になりそうなやつ、結構違うんだよ、ね、あのさ、でもね、俺がね、ヒカキンのね、サムネイルとか見てると、もう毎回ね、なんかもう、これか、こういうのとかね、こういうのとにかくね、取り入れれば、まあ、ええやん、みたいな。なんかそういうとこあるみたいだから。ここすごいで、ツイッチの日本人めっちゃ増えた。どんなサムネがティームで考えてるんだ。そこはティームに負担をなんか仕入れなくてもいいんじゃないか。まあ、ティームの意見があれば、まあ、ちょっと聞いてみたいけど。結構あれでしょ、東京ゲームショーでね、広告打ってたというか、まあ俺ツイッチのさ、ツイッチジャパンのツイッターアカウントフォローしてるから、なんかツイッチジャパンか。ツイッチジャパンをフォローしてるから、わかるけど、なんかすごいいっぱい人も来たし、ステッカーとかもなんか配りまくってたみたいじゃん。俺もそのステッカーにすられていこうかどうか悩んだんだけど、結局行ってないんだよ。派手な袋もろた。やっぱそうなんだ。
口広げてシャーマン食べる。あー、何これ、シャーマンに勝つみたいな感じ。実際負けてるんだよなーみたいな。4枚か、いいだろう。シャドバ関連は結構最初だね。 HS はあんまり食べない。あ、そうなんだ。まあ、今シャドバのみんなやってんのかな。まあ、シャドバ俺あのインストールというか。おお、なになに、突撃部隊死んでくれる。ああ、それは死んでくれないんだ。それ困るね。これ腹先まだもう一枚ぐらいある。裏切りもあるか、サルノスもある、影市もあるか。まあここで引かせるのがどうかは分かんないけど、あーん、世界史どえらげん。シャドバ1日でやめた、早いな。次のターンはもうリノいけんのか。うーん、決めなきゃ。ターゲットを確認。あー、どうしようかな。9枚、こっちの方がよかったかな。2回行く ?2 回は行かない方がいいだろう。超で笑わせて、そういうことね。それもあったな、まあ一回できば、なんかやっぱ、ビジネスデイはなんかやっぱりいいっつったな。やっぱビジネスデイに何とかして潜り込んだ方がよかったな。さっきトイレから戻った直にシャーマンを見て氷を含みながら一瞬うわってなった顔が面白かった。サムネに変わった。倒すよね、それね。お利口さんだな。お利口さんだよな。順番どっちかな。先にカエル出す、それとも段取りしてもうボコボコ打っていく。いや、打っていった方がいいな。コルクロンが燃えたか。で、リノちゃんに早くたどり着きたいな。親父いるんでしょ、どうせ。でもこいつはドラ、このドラより親父いない方か。おお、それは結構厄介なトレード。おーと思いきや。Now that's sweet.まあ先こっちかな。まあプレイするのはこれだろうけど。ああ、こう来たか。これだったら除去か。これなら除去か。
Okay.8枚。すなわち俺はこいつを焼けると。まあ、焼いて栄光なりかかな。いや、ここはこれ増やしといた方がいいのか。次のターンファティーグで死んだら終わりだもんな。どっちがいいんだろう。我は栄光なり、こっちの方が守れそうな感じはするけどな。で、次のターン、リンを出して、集合の合図、まあ、こいつにかけられればベストだけど。待って、あと何点？いや、これ倒せねえか。あ、俺が死ぬもんな。動物園は招待客限定です。またリソルだった。サムネな。ああ、そして取り上げた星をこうやって渡していくんだな。今日レクサ君に一回も勝ってないよね。そうね、あえてゴールドはね、転がなかったわ。殴って15点だったから2枚変えるでギリギリさら、ほんと。じゃあちょっと見逃しました。なんかレノがあるとさ、なんかその辺最後の計算が、まあなんとかなるやろになっちゃうんだよな。
まあ、なるんだけど。レクサー君強いもんだって。おいでミッドナイト。え、1個こんなカードあんのに。まあそれされるんだったらこいつがされなきゃまあいいからね。もうなんかグビグビいった方がいい気がするけどな。グビグビ、まあでもこいつとか出しといて、なんか除去のスペルを使ってもらおうと。あ、いいの来たな。途端これだよ。やれやれだぜ。どんな秘密が待っとるかい。ゴールデンミルハウスが出てファイブいいね。ファイブ G がダブったマジで。どうしかけるか。いや相手がなんか困ってなんかしてくれれば多少なんとか動けると思うんだけどな。そうそう、こういうカード使ってくれればここから動こう。俺もカードいらないのいっぱいあるから。
そう、これ難しいよな。これ殴って戻せるやつだっていうのを、まあ、まずは考えたいけど、何枚俺今 ?2、4、今俺手持ち何枚?これフリーザーとしたらこれ帰ってくると戻ってきたら燃えちゃうんだよね。だから、まあ、まずは、死角からの人差し一発入れて、で、もし当たったらカエルっちで倒せて、まあ、とりあえず良しとして、良しとしていい?戻ってきて。戻ってこないんだ。そう、戻ってこないって確認したんだっけ?困ったなぁ。これとかいるか?キュレーター出すか?あ、そうか、キュレーター出せばいいのか。あ、2枚来ちゃうのか。やばい、しくじった。ちょっと待って、何か燃えるぞ。でも相手カード何枚 ?12 枚 13。しくじったわね。あー、でも段取り取っといた方が良さそうな気がすんな。なRise up! まあ、でも次のターン、セカシューで、セカシューじゃねえや、もう。このブランでボコボコいったら勝ちか?手札が多すぎる。あ、一問は打っていてもよかったか。うわ、これむっちゃカード燃えるな。これどうしたらいいんだ。もうこれ行っていいのか。相手12枚燃えるんだろ。でこっちは12枚で2枚で死んじゃうじゃん。何をしたらいいんだこういう時。ティームさっぱりわからない。俺はこのブラン残しが良かったのかどうかそれさえもわからない。そうか、スペースがね。決めなきゃ。触らないでください。触らないでください。お題が足りないよ。決めなきゃ。こっからじじれんの?もしかして。まだじじれなさそうだな。地味にレノも遠いな。いやいや、いけるいける。大丈夫大丈夫、心配だね。ジャンピングアライアがまだあるんだよな。ジャンピングアライア、 Holy crap arena。
終わりですか。アラヤでぴったり。かわせ、かわせ、本当ラグナロス嫌いだわ。バリア vs レクサー、狩りの時間だ。背中に気をつけて。ラグじゃなきゃな。私の歯が多いのはね。なんか、なんか右見ても秘策やらブーやらで、そうだね。もっと早いところ秘策は発動させるべきだったんだね。甘えなのかな。これ出してこれとこれトレードして断末魔丸ごとぶっ飛ばせるっていうのを、うん、FF やる、あ、これ終わったらやるわ。いや、これ、そうだね。甘えなのかな、危険なのかな。危険だよな。シュッっていうので終わりなんかな。まあこれで消し飛んでくれればいいんだけど。Rise up! Yes, rise up! これ使うべき？使っちゃえ。さあ、アラヤに備えろ。アラヤに。
動物園は招待客限定。何が足りないよ。お題が足りないよ。ちょっと顔が痛いのはちょっと NG なんで。次のターン、アラヤ来たら大歓喜だよね。はあ。バニッシュあるけどね。このゲームのウィニングコンディションはなんだ？ライズアップするか、段取りからバニッシュするか、鍵隠れでもう一回回すか、それしかね。行こう。まあ今日こんなもんやろ。あ、ちゃんと区切れてね。間違ったアドレスになってるわ。せっかくやったのに。